はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。スターファイターアサルトやっていきましょう。いや、攻撃側で勝ちたいんだよな攻撃側で勝ちたいんですよ。やっぱこのなんかデススターを破壊しろみたいな、この映画の映画の興奮さながらにという動き、やはりこうなんか目標を倒しながらやっていくスタイルの方がよりそれを感じませんよりそれを感じませんというね。それをね、声を大にして言ってみたい。最近全然攻撃が勝てないんですよ最近全然攻撃が勝ててないというね。分かってますよ、分かってはいるんですけれども、これはきついね。まあ、攻撃目標だけしてると戦えないじゃんって思う人もいると思うんですけれども、これ攻撃目標をしっかりやってチケットの余裕ができてきた後半こそが、言うなれば面白いところなんですよそっからはヒーローシップを使いつつの、敵と戦いつつの作戦行動もやりつつのというね、このハイブリッド化が、え、近づきすぎた。ハイブリッド化が進んでくると非常にね面白くなってくるんですよね。そしてね、目安としてはこのチケットと作戦目標のパーセンテージですね、これが近いと攻撃側は状況がまずいということをね理解していただけると非常に分かりやすいと思います。これが今 17%、 16人とかだともう絶望的なんですよね。状況的には悪くないです。ただできればできればの話、しっかりと余裕を持って、そうだね、ここも200とかキープできたらすごいね良かったですここからクルーザー結構減らされてる状態なんで、そう、これで結構人数減っちゃうんでね。おお、何当たったのどんどん爆散していくよ。何当たったの。おお、使えるの。そうですね、これグッと減っちゃうんでね、クルーザーがやられると。でもプロジェクター壊していくのにファルコン出した俺バカだと思われますよね。バカなんですけども、間違いなくこれやばいな。ワイウィングボマー守ってあげたいけれども、なるべく早めに敵をガンガン撃墜してワキシウム注入。エスリー助けてくれ。どう考えてももう限界だ。いいぞ、ワイウィングが爆撃に成功した。ナイス、パレット破壊するか。ワキシウム注入。目立ちすぎるこの機体は目立ちすぎる。なるべくミサイルを食らわんようにしつつ、時間を稼ぎつつ、目立ちすぎてるね、目立ってるね、目立ってるね。攻撃中ムーン、え、 CPU でしょ今の。攻撃中全然稼げねえ。
爆死も注入いや、言ってこれはどうしようもなかった。これはどうしようもなかった。オッケー、行こう。本来の仕事に戻ります。いや、なかなかぴったり張り付かれると厳しいね。そして味方もきちんと作戦行動してくれてるから、当然ファルコン助けには来ないんだよなファルコンも助けには来ないんだよね。いや、正解なんですよ。それで正解なんですよ。ファルコンを助けに来ない、正解なんですよ。ジェネレーター狙ってく流れが一番丸いんですよ。まあ、あんな感じでね、死んでしまっても、まだチャンスは来るっす。作戦行動しっかりしてればポイント貯まるんでね。まあ、115の32、悪くはないっす。これ下で意外とウロウロしてるの気づかれないんで、できればタレットも落とした方がいいんだけど、でさらにとどめを刺せば一気に500ポイント手に入るんですよね。500ポイントはめちゃめちゃ美味しいです。500ポイントめちゃめちゃ美味しいんで、まあ、本当はこのタレット落とした方がいいんだけども、まあ、タレット落としてもポイントは結構入りますからね。バレたか、私がこっそり戦っておったのにバレてしもうたようやんな。すまんな、あとはお前たちに託した。ヨーダヨーダ助けてくれまあこんな感じでやれば一気にポイントね、1800。やべ、最後欲しかったな。俺の相手に合わせろ。多分もう一回はヒーローシップ使えるんですよね。そしてこのね、真ん中の55秒14秒出てる、これフリータイムなの。この時はもうガンガン敵を撃破してって構いませんという、いい時間帯ですね。で接続部を無力化せよということで、こっからはね結構移動しながら戦う流れになるんで、いけます。ただミレニアムファルコン出しても大丈夫。本当かその嘘本当か。一体何が利益だ。全ては利益のため。バトルクルーザーが予定通り到着した。これ全部行ったか、行ってねえな。やべ、カイロレンおったな。ほい、コアキシウム注入。これ全部壊せてる。これで全部いったか。コア攻撃しに行こう。 L3 案内してくれ。コアキシウム注入。ワイウィンがやられてるな。比較的まだ余裕はある。コアキシウム注入。もう一度接続部を攻撃だ。ハードロックされている。これ多分ヤバいのに捕まっている、間違いない。目立ちますね、機体。いてぇ。まあ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 、いいでしょう。でっかいおとりですからねでっかいおとりなんで、しっかり狙っていこう。
ない。行く、よし行こう。再びリアクター、あーごめん、どっち、いいですね。さすがに目立ちすぎたファルコン。任務は任せるわ。今回行く。リアクターを狙っていく。もう立てな。スターデストロイヤーのリアクターを破壊するまで、あと少しだ。敵のシールドが戻った。接続部を狙ってくれ。再び接続部を狙う。もう一回チャンスは来るか。結構ギリギリだね。狙ってますね。うわ、危ね。回復、回復間に合うか。回復、どうだ、いいよ。リアクターは剥き出した。シールドが戻る前に全力で攻撃しろ。リアクター、ボロボロだ。あともうちょっと。ナイスナイス。いや、いい、やっぱ攻撃側で勝つのがマージ気持ちいい。いや、 やっぱ序盤ですね。これ本当にやっぱ第一フェーズが重要なんで、絶対ね、第一フェーズでチケット削られすぎちゃうと後半どん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 苦しくなっちゃうんでね。いやー、もう一レベル欲しかったな。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。